開校されて35年ぐらい今経ってるんですけれども、一番最初の頃からその自主性っていうことを育むような教育っていうのをやってきました。この学校がもともと目指してきたその伝統というものをしっかりその現代にアップデートしながらやっていく、そんなようなその学校を目指していたりします。学校法人透明館学園、子どもたちの学ぼうとする力を信じ、一人一人に寄り添う教育環境を作っている。自立自走、相互承認、そして創造する力、この3つの力を子どもたちに渡していって、子どもたちを未来社会の中でウェルビーイングに導こうと。例えばですけれども、校則というものは全部子どもたちにあげるっていう、これルールメイキングプロジェクトっていうのをやってます。ルールを変更する権利までも含めて子どもたちに渡し、一方で民主主義的にしっかりとそのルールっていうことを変えていく、そんなような時間まで子どもたちに渡していくことこそが、実はこの自立自走相互承認創造する力を育んでいくために大切なことだったりするわけです。生徒一人一人の習熟に合わせ、自ら調べたり必要な部分のみヒントを与えるなど、自ら学ぼうという姿勢を育てている。この社会の中でどのように子どもたちが理性的に振る舞えるか、これを伝えていくのが学校なわけですね。やりなさいやりなさいって言ってるうちは一生主体的な学びの姿って獲得できないわけです。自ら生徒たちが意思決定できて、だからこそ一斉指導のように今日聞いてなかったらもうそれで置いてかれるっていうことがないような学びのスタイルです。これも私たちが考えたというよりか、文部科学省も個別最適な学びを今から全国全ての子どもたちに届けてくれというような形でもガイドラインも含めて出してはいるんですが、なかなかまだ変わってないという現状にあるのが、まあ、この学びのあり方なのかなというふうに思います。詰め込み教育から自発的探究への変化、これは文部科学省も推し進める新しい学校教育の在り方。ここから未来を担う子どもたちが羽ばたいていく。これからの時代というものは主体性さえあればどれだけでも学べる、どれだけでもいろんなチャンスがある、どんな人でも出会える。だからこそやっぱり子どもたち一人一人がどれだけ主体的になれるか、自立できるかということがすごく大切なんじゃないかなというふうには思ったりします。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。